というわけで出だし、一発目はマインダーズジャッジメントと、あとフェイラーの曲で、二個目が、ボカロのパレットという曲でした。今回ね、ソロのところのタイムテーブルなんですけども、めちゃめちゃ迷った結果、とりあえず今、生肉時代です。今生肉。で、アイリンっていう名前をつけてからこうやって活動するようになって、名前をつけてからすぐぐらいの時とかによくやってた曲を今回この生肉時代に詰めてみました。はい、なのでね、マインダージャッジメントとパレットはまだみんなの前に来る前、多分ね、あの辺のね、ジャムオフ関連のメンバー知ってる。昔ね、女の子3人で M っていうユニットを組んでて、まあうち以外2人身長が高いからこうなるから M っていう。そうだよ、あれ。そう、まあね、浜田さんはその時から来てるけどな。すごいよね、考えたらね。そうなんです。なのでね、その時の、今の曲でした。で、次もね、私が多分ね、ライブ、実はライブに出るためにアイリンという名前をつけたんじゃなくて、ニコ動で歌ってみたをするときにつけた名前なんです、アイリンって実は。なんです。なので、次はそんな、歌ってみたをまとめた曲などをいきたいと思います。はい、お願いします。Oh!
宣伝ニコ生もやってるから時々見てね。なんと時々やってるんだよ。で、その次が、水木奈々さんの親愛でした。この辺もね、親愛も多分まだ夫婦アントフンフンズっていうのをやってた時からよくやってました。この辺の話はね、分かる人だけで大丈夫です。今日は仕事らしい。この辺分かる人だけでいいね。なんかでもあれよね、今日来てくれてる人ってやっぱり昔からの人も結構多いから、多分知ってる人多いよねきっとね。ちょっとお水飲むね。え、知らんって聞こえた。誰今。でも用事遅かったんほい。というわけで次で生肉時代の最後の曲です。そう、まあ次やる曲もそうよ、さっき言ってたその M っていうユニットで2回目かな、私が多分2回目ぐらいにライブした時にやった曲ですわ。大きい2人に挟まれて、ね、知ってるけどね、多分後ろしかね。大きいよね、あの2人の女の子ね。でかいよね。だってヒール履いたらもう170ボン起こすからね。かわいそうじゃない、そう囲まれてるって。宇宙人やで、ほんま。はい、というわけでね、最後サクッといきたいと思います。きっと知ってる人も多いと思いますので、いきたいと思います。よろしくお願いします。